です。会社お邪魔隊、今回は万風美術館にお邪魔します。感性を磨く万風美術館にお邪魔しています。万風美術館の美術館員でいらっしゃいます吉田明さんに伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。この万風美術館が株式会社万風が運営しているものなんですよね。はい、本社が東京にございます。印刷の会社になります。まあ、でも高い技術を使って実はこの万風美術館も出来上がっているということで、この万風美術館について教えてもらえますか。はい、万風美術館は企業の社会貢献事業の一つとして、今から5年前にオープンをさせていただいております。基本的には、展示しているものの内容は全て複製の再現した、作品になっております。で、作品の内容は主に江戸時代以前の作品を中心に日本の美術っていうのをご紹介するのを目的として展示しております。この複製方法がデジタル硬質画ですか。はい、そうですね、はい、これは館長が考えた、名前なんですけども、デジタルデータを扱うという意味でデジタルという言葉が入ってるわけなんですけど、再現技術の名称としてデジタル硬質画というふうに名付けたんですけれども、では吉田さんにそのデジタル硬質画の工程ですか、はい、これを教えてもらっていいですか。じゃあまず一番初めちょっと撮影のところ、はい、ちょっと特徴的なのをご紹介したいんですけど、撮影する段階では作品を、壁にかけまして、であとここに、これカメラになりますけど、設置据え置きしまして、だいたい2、3メートルぐらい離れて、いわゆる普通に撮影をしているような格好になるんですが、はい、実はここのカメラのところが、ミソというか、ミソなんですなってます。どんなカメラでしょうか。こういう機械になってるんですけど、はい、一応このレンズこちらに向かって撮影するんですけど、普段ですとここに多分インスタントフィルムとかそういうのを設置するようなレンズの後ろ側に、そうですね、記録媒体のところに、このデジタル、スキャナーみたいなのなんですけども、じゃあフィルムとかではなくてスキャナーがついてるんですか。そうですね、そうなんです。皆さんこう普通のコピー機を想像していただいたときに、操作線がこうビューっとこう光が出ますよね。動きます。あれと一緒ですね。あと撮影に関してはスキャナーですので、上からずっとこうスキャンしていくわけですね。一回シャッターパチじゃなくて、ずっと上からそんで15分ぐらい、ゆっくり、はい、30分とかで、その間に例えば風がふわっと吹いたりとか、あとトトトってこう人が歩いたりってした時にはちょっとノイズがビビってもし、入ったとすると一からこうまたやり直しになりますね。でこのカメラが、その最大の特徴っていうのが、この画素数なんですけども、2億画素という、ちょっと言葉で言っただけではよくわからない。私たちが携帯電話とかの、カメラ機能を使うとき、あれどれぐらいなんでしょうね。おそらくちょっとこちらにも資料、デジタルカメラの今資料です。これは、はい、でこうおそらくこう最近のデジカメとかスマートフォンとかっていうと、もう1000万画素ぐらい、もう持ってると思うんですね。で、ちょっと比較のために、中間に当たるような4000万画素っていうカメラ、これ中盤カメラって言いますけれども、ちょっと100万ぐらいしますが、4000万画素で100万、ある意味プロ仕様じゃないですか。です、ね、これもプロ仕様ですね。でもちょっと比較で用意してみました。じゃあこの3つの画像比較を用意しましたので、こちらですが、サンプルにしてあるのはだいたい2センチ角ぐらいの
表層の刺繍の部分ですが、それをちょっと今拡大してみましたけども、あの1000万画素ですと、もうディティールとかなんとかって全部溶けてしまっていて、で、あの私たちが撮影で使いますカメラは2億画素って、一番端っこの刺繍繊維の奥まで取れてるというか、そうですね、そういったぐらいのクオリティで、だいたい画像処理の時おそらくあのいろいろ調整しますので、2、30回ぐらいこう保存だのなんだのって繰り返すわけですが、でそれにももう十分劣化せずにこの状態を保ったまま耐えられるというのが2億画素になってますね。この後は、これオペレーターの、はい、担当がちょっと映ってますけども、まあ、パソコン上で、画像処理を、繰り返していくわけなんですね、はい、さあ処理したものを今度は印刷ですか。はい、最後この印刷、まあ、プリントアウトとなってますけれども、これはあの皆さんご家庭でお持ちのインクジェットプリンター一緒です。あれそうなんですか。サイズがちょっと大きいというのと、あと積んでるインキの数が、このプリンターの場合ですと12色載りますね。この時のプリントアウトする紙4紙もやはりこれは気を使ってらっしゃるんじゃないですか。そうですね、ここの美術館がその複製という複製ならではの試みとして、皆さんにこう触ってご覧いただくというのをあのコンセプトにしてますので、巻物とかあとこう画帖とか展示されてますけど、まあ、羽子板とか内輪とか様々ありますが、そういった時触った時の質感っていうのをあの重視して紙選びっていうのをこうしていくわけなんですけども、なかなかその時代の、紙の質感っていうのがなかなか探すのが大変で、紙の種類っていうのも星の数ほどありますの で、はい、でその中からチョイスして、であと印刷にその耐えうる紙っていうのも一緒にこう性質を持ってなきゃいけないので、なかなか日々 紙探しをしているようなところもあると思いますね。一つの作品を作り出すのにどれぐらい時間がかかるんですか。作品にもよるんですけれども、まあ、おおよそですが1週間ぐらいで、作業を終えられるような形でスケジュールは組んでやっております。今までは掛け軸が、まあ、メインで飾られていたということなんですが、今回は本当に多種多様なあの日本美術ですよね。そうですね、今まで平面が多かったんですけども、はい、ちょっと一歩進んで、立体のものを、はい、挑戦してみたということで、まあ、さっきちょっとご紹介しましたけど、お面というのも普通立体のものですので、はい、そういったもの、あちらも全部紙であの再現をしてるんですけれども、そういったものですとか、あとは石に彫刻をしてあるようなものであるとか、あとは羽子板ですとか、はい、あとこう内輪とか土器も再現をさせていただいております。すごいですよね。目で見た時の印象と実際触ってみた時の印象で、多分ちょっとこう初め混乱するかもしれないんですけれども、うん、そこもちょっと、面白さの一つということで、ぜひ体感してみていただきたいところですね。はい、うん、多分一度いらっしゃっただけでは全ての作品がこう、うん、見切れない、記憶に残らないっていうのもあるかと思いますので、今日は例えば屏風の絵を見てみるとか、今回は、書を見てみるとか、そういうのちょっとテーマごとに日を改めて見ていただいてももういつでも自由に見ること見ていただくことができます、うん、はい、それでは、地域の皆さんに一言メッセージをお願いいたします。はい、バンフー美術館では、スペースは小さいんですけれども、えりすぐりの作品を集めて、常にご紹介に努めておりますので、ぜひあの入場無料ということもございますので、お気軽に
何度でもお見えになっていただければと思います。バンフー美術館美術館員の吉田明恵さんに伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。